妖怪絵巻、絵本修草より、天保七年に深海側で子供を襲ったと言われる、遠行遠行は、広島県及び中国、四国地方に古くから伝わる、伝説上の生き物、カッパの一種。一般的に言うカッパと異なるのは、姿が煙じゃらで猿に似ている点である。金属を嫌う性質があり、海または川に住み、泳いでいる人間を襲い、肛門から手を入れて、 生きを抜き取るとされている。女性に化けるという伝承もある。土佐金星妖怪資料によると、3歳ほどの子供のようで、手足は長く爪があり、体はナマズのようにぬめっているという。文久3年に土佐国で池取りになったとされる炎孔は、顔は赤く、足は人に似ていたという。手は伸縮自在とされる。ある男が川辺に馬をつないでいたところ、 炎光が馬の足を引いて、いたずらをするので、凝らしめようと炎光の腕をひねり上げたが、ひねってもひねっても霧がなく、一晩中ひねり続ける羽目になったという。民族学者、カツライの著書、土佐の山村の妖物と、会議によれば、土佐の炎光は、一末人形に化けて、夜の寮の場に現れ、 つくとにっこり笑うという。人間の女を犯すこともあるという。炎光が人に生ませた子供は頭に皿があり、生まれながらにして歯が一枚生えているといい。その子供は焼き殺されたという。またカッパに類する四国の妖怪に芝天がいるが、この芝天が旧暦六月六日の祇園の日になると、川に入って炎光になるといい。この日には、鉱物のキュウリを川に流すという。 山口県萩市、大島や阿武郡では河童に類する滝和ろという妖怪がおり、これが山に3年、川に3年住んで縁光になるという、広島市南区を流れる縁光川の名前の由来となっている。付近では、伝承にちなみ縁光川河祭りが開催されている。本来縁光とは、猿と猿の総称で、猿のことである。 この生き物のモデルは日本の隣国、中国南西部に生息していたテナガザルではないかと言われている。ありがとうございます。